登場際の意味を知れ、星1。この漫画はおまんじゅうたちにとっては意味のわからない漫画です。しかしシナリオややっていることがドラマでも再現できる作品なので、ジパングのドラマコンテンツ産業としてはありがたい作品。あらすじは、リアルクレヨンしんちゃんみたいな仲睦まじい家族漫画が大ヒットした親を持つこじらせた人族のメスが、お前の描いている作品には私とかが出てきて仲睦まじい感じに描いてうちの家族って、こんなに素敵家族なんですよってやってるけど実際は全然そうじゃねえじゃんって激おこぷんぷん丸した中の人のメスが、自分のことをおかぼれしているバカなオスに精子を提供してもらって妊娠して爆弾投下してお前のキャリアめちゃくちゃにしてやるからなっていう非生産的な復讐漫画。この漫画のよくわからない部分は、ナロー系とかにあるザマー系漫画は初めの一話とかで人族をクソ激烈にクズに書くとかする胸クソ表現をして読者のカタルシスを溜め込ませるんだけど、この漫画ってこのこじらせメスの家族が別にクソ激烈に胸クソなわけじゃなくて本当によくある家族中が不仲なだけの作品で、施設で育ちましたとかの人族と相対的に評価するとそこまですることかって思っちゃうんだよね。次に、このこじらせたメスに未練たらたらなモテない粘着系のオスがメインキャラとして出てくるんだけど、こいつがオタサーの姫にお熱をあげるオスって感じで、お前とはおせっせしません、でも精子よこせ、っていう一方的に搾取されるのを喜ぶド M 設定なんだけど、モテないって悲惨だなって思うのぜ。なんかのナロー系でもモテないおっさんが低品質のメスにせっせと貢ぐくんしてその低品質に切られた後に激おこぷんぷん丸する漫画かなんかがあったんだけど、人族のオスって 90% ぐらいはモテないらしいんだけど、僕は愛を証明しようと思うとかでも示唆されているしジパングの現象を見てても思うことなんだけど、のんけのオスがモテないってガチで深刻で、例えば青森かなんかで地方財政の横領してキャバ嬢かなんかのメスに重課金したり、陸地とかだと中国のハニトラに引っかかって情報抜き取られまくったりとか、企業と気立ての悪いメスでも60代くらいのオスに対してハニトラ仕掛ければ全財産抜き取ることができたりと、モテないってことが社会に与える影響が凄まじいとおまんじゅうたちは思うんだよね。ぶっちゃけ超絶なんちゃら芸能人の〇〇イコールさんも、一般人のメスでもおまんじゅうたちでも向けば等しく同じなのぜ。別に何かそこに大きな差異があるわけじゃないのぜ。せいぜい粒あんかこしあんか程度の違いでしかないからね。この漫画でもこの主人公のド M でミツブくんはせっせここじらせメスの奴隷に志願してて、自分ド M っすミツブのが最高に快感っすとかって表現があればいいけど、そうじゃなくてなんかワンチャン狙っている感じがちぐはぐで非合理的なことが理解できないおまんじゅうたちはそのメスそこまでコストかけるほどのメスかって思うんだよね。そいつが浪費したリソースをどこか他のもっと器量と気立ての良いメスを探してそこに投資するとかに使った方がよっぽど生産的だと思うのぜ。世の中ってのはアメリカ大統領だろうが、宇宙飛行士だろうが NBA のスター選手だろうが大会可能だからね。ましてやそれくらいの価値のない量産型にそこまでコストかけるってのが意味不明な作品。でもマジで意味不明で、さっぱりちんぷんかんぷんですってこんな長文したためるくらいの、うちらにとって意味不明なのにドラマ化したりするっていうマジですげえ作品なのぜ。まあうちらが良いっていう作品が必ずしも世間一般の平均を示唆しているわけじゃない、おまんじゅうが言うならそうなんだろうな、お前の中ではな、ってやつだから、誰か人気の理由を教えてくれメンス。